天才ニコラテスラは言いました。宇宙の秘密を知りたければエネルギー、周波数、振動の観点から考えなさい。彼が語る世界創造には音と周波数が重要になるのだとか。目に見えるものは目に見えないもの。今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。ニコラテスラといえば天才であるがゆえに人々とは少し違う周波数で生きていたと言われています。人々の多くは 300Hz 台から 600Hz 台の周波数で過ごしていますが、少しでも周波数が違うとその世界は全く別物になるというのです。今回はニコラテスラの名言をもとに、音と周波数の違いでどのように世界が作られるのかについてお話ししたいと思います。地球上にあるすべてのものは振動し周波数を持っていると公言していたテスラは、周波数を操作することによって世界を創造することができると考えていました。それは形にないものでも同じことが言えるそうです。例えば言葉はそれぞれが共振し合うことで振動が大きくなっていきます。テスラはそれらの周波数を特定することで万物の成り立ちの解明と新しいものを作ることができるのではないかと考えたのです。では新しいものを作るにはどうすればよいのでしょうか。その答えは音にありました。各宗教で語られている世界の成り立ちには共通点があります。キリスト教は言葉、ヒンドゥー教は始まりを意味する声音、オーム。エジプト宗教では歌によって世界が創造されたとしているのです。つまり音は古くから創造の源とされているわけですね。しかも音は共振し合うことで振動が大きくなります。だからこそ世界は音によって作られたと言っても過言ではないわけですね。さてニコラテスラといえばテスラコイルが有名ですよね。これを使って世界システムを作り上げようとしていましたが、その原理は周波数にありました。テスラコイルは一次コイル側からの放電によって様々な周波数を発生させることができます。そこに二次コイル側が周波数を受け取って、それに伴う高電圧が流れていく仕組みです。あまりにも高い周波数と電圧が流れるのにはちゃんとした理由があります。テスラコイルは今でいうワイヤレス給電を行えるようにした代物で、膨大すぎるパワーを利用して地球上のエネルギー供給を賄おうとしました。しかしこれには弱点があったのです。実際に豆電球を使ってテスラコイルが共振し合うかどうか実験してみました。この実験における共振は各コイルの豆電球の光具合で見ていきます。まずは一次コイル、二次コイル共に全く同じ形にして共振させます。放電した一次コイルの近くに二次コイルを置いてみると、二次コイルの豆電球は見事に点灯しました。ではコイル間の距離を離してみるとどうなるでしょうか。二次コイルを遠ざけてみると豆電球は暗くなっていきました。そもそもワイヤレス給電は結合係数が低ければ低いほど給電できる周波数の幅が限られてきます。それもそのはず、ワイヤレス給電は結合そのものが不安定になりやすいため、その恩恵を受けるには一定の距離まで近づかないといけません。ニコラテスラは地球の共振を利用することで安定したエネルギー供給の実現を考えていましたが、1952年に発見されたシューマン共振は一次周波でもわずか 7.83Hz、共振すればするほど周波数は高くなっていきますが、全体的にはとても低い数値なのです。かたやテスラコイルの一次周波は 286kHz。 地球の共振を利用したとしてもこの膨大なパワーをワイヤレス供給できるとは到底思いません。しかしながら音そのものはこの世界を作り続けてくれています。そして現代では周波数の違いによって私たちを励ましてくれたり試練を与えたりしています。皆さんは 432Hz の音には人を癒す効果があることをご存知でしょうか。 432Hz は最も美しく聞こえる周波数として有名で、ヒーリング効果がとても高いと言われています。
現代の音そのものは国際基準である 440Hz で構成されることが多いのですが、この周波数は人を焦らせる効果があるそうです。実際にそれらの音を水に当てて波紋を作ってみると、 432Hz は綺麗な波紋ができていますが、 440Hz は波が潰れています。わずか 8Hz の差で正反対の効果をもたらすなんてびっくりですよね。しかしこの 8Hz こそ地球が自転している時に起こる振動、シューマン共振の一時周波 7.83Hz とほぼ同じなのです。 440Hz は悪魔の周波数とも言われています。一説によると、あの秘密結社フリーメイソンがナチス政府の支援を受けて国際基準として採用するように持ちかけたそうです。この話はあくまで噂レベルですが、人体への影響が少なからずあることが解明されています。2002年に日本の研究チームが行った研究では、 440Hz の音を聞くと脳波のパワー値が低くなることが分かりました。この研究は 110Hz から 1100Hz までの周波数を持つ音をどれだけ聞き続けられるかを実験したものです。音自体は1分間でしたが、長くても5秒が限界だったそうです。そして 440Hz 最大の特徴は、人を興奮させることで攻撃的になりやすい性質を持っているということです。このような特性を持っているにもかかわらず、なぜ 440Hz がデフォルトになってしまったのでしょうか。楽器の調律はラの音を基準に行われます。そのラの音が 440Hz とされているのですが、18世紀までは 432Hz で調律を行っていました。当時はヘルツの概念がなく、正確な周波数を測ることはできなかったのですが、初期のクラシックではピタゴラス音律を使って作曲していました。このピタゴラス音律こそが 432Hz の周波数で構成されていたわけですね。特に有名なのはモーツァルトの楽曲です。彼の楽曲は 432Hz の周波数で構成されています。モーツァルトは音を調律する際 21.6Hz の音差を使っていたといいます。この音差は当時のピアノ職人が使っていたもので、他にはベートーベンも愛用していたとか。クラシックを聴くと気持ちが穏やかになるのは音の構成が関係していたというわけですね。一方、 440Hz で構成されている音楽はロックが最たる例と言えるでしょう。ロックを聴いた人々は興奮し、どんどん行動がアグレッシブになっていきます。確かに自分のテンションが上がってくると、なんだか楽しい気持ちになりますよね。しかしこれは、人を狂乱させることができる証拠でもあるのです。世界的アーティストのジョン・レノンは、440Hz からの脱却を図ろうとしました。彼の代表曲であるイマジンは、ソルフェジオ周波数に数えられる 528Hz で構成されています。ソルフェジオ周波数とは、癒しやリラックス効果があるとされる特定の周波数です。主に9つありますが、その中の 528Hz は傷ついた DNA を修復する働きを持っているとされています。この効果は 432Hz とほぼ一緒ですが、それはあくまで宇宙由来の周波数。ソルフェジオ周波数は人為的にもたらされた癒しの周波数と言ってもいいわけです。 528Hz は愛の周波数とも呼ばれています。ヒーリングミュージックでも多く使われており、しがらみを解放する役割を持っているとされています。かたや 432Hz は、右脳の活性化に役立つ周波数です。先ほども述べた水の波紋と同じように、私たちの体もまた、その周波数が持つ振動をもろに受けやすくなっています。右脳は潜在意識を司っており、私たちが寝ていても常に動き続けています。潜在意識は開運や健康促進を促してくれ、 432Hz がある種のひらめきを与えてくれると言っても過言ではないのです。実際に音や周波数を使って物事を成し遂げた人物がいます。特に有名なのは、
治療家のロイヤル・レイモンド・ライフ。彼は特定の周波数でウイルスが破壊されることを突き止めました。これはライフ周波数とも呼ばれており、今日では医療用の治療機に搭載されています。周波数で人の命を救うことができるのはニコラ・テスラでも想像できなかったことですよね。しかし現代にはこういった技術が作られているのです。最後に周波数に関する物理的な実験をご紹介しましょう。それは江本勝氏が行っていた水の記憶という実験です。この実験は水に音楽を聴かせるとどのように変化するのかを観察したものです。数種類の音楽を聴かせた後に結晶化させると次のようになりました。今映っている2つの結晶はそれぞれ違う曲に触れた水です。綺麗な形の結晶はモーツァルトの楽曲、渦のような形の結晶はヘビーメタルを聴いたものになります。モーツァルトの結晶はそれぞれの部分がしっかりと形作られていますよね。一方ヘビーメタルの結晶はもはや形になっていないことがわかります。現代はありとあらゆる音がひしめき合っています。 440Hz で構成された音は数えきれないほどありますが、 432Hz の音もそこにあるのです。素晴らしいことに私たちは言葉を使うことができますよね。それらは音として相手に放たれます。そうすることでご自身と相手は共振し合っていくわけです。人間の7割は水でできています。水の記憶の実験のように身体に浴びる周波数によって良くも悪くも影響を及ぼしてしまいます。ニコラ・テスラが言う全ては私たちも含まれているわけですね。では良い周波数で溢れかえるにはどうしたら良いのでしょうか。その答えはご自身が使っている言葉を見直すことです。例えばありがとうなどの感謝を表す言葉は高いエネルギーに満ち溢れています。水の記憶の実験のように温かみがあって心地よい振動が感じられればご自身そのものにとても良い影響をもたらしてくれていると言って良いのです。だからといって 440Hz を邪険に扱うことはおすすめしません。確かに人を狂わせやすい性質を持っていますが、裏を返せば何らかに対する警告をしてくれているのです。電車の発車チャイムが最たる例ですよね。これだけの音と周波数がある現代です。もしニコラ・テスラが生きていたとすれば、それぞれの周波数特性を利用して世界を揺るがす大発明をしてくれることでしょう。